セットください。ご注文お決まりでしたらお伝えします。バーガーのセット、ありがとうございました。ありがとうございます。タレがすっごいたくさん入ってる。ポテトの中だったらちょっと出すかもしれない。こんにちは、ひなたです。はい、ということで今回はですね、サムネとタイトルを見ていただけたら分かる通りなんですけど、ファストフードの私の定番メニューを紹介したいと思います。今日は4つの店舗を同じ種類でいきます。マック、モスバーガー、スターバックス、ケンタッキーの4店舗でございます。さすがに1人は食べたいので、今ママとパパがお腹空かせて待ってるので、一緒に食べたいと思います。それではレッツゴー、ひなたチャンネル。はい、ということで今から出発します。最初はモスに行きたいなってパパと今話してました。モス本当に大好きだから。モスの次はケンタッキーです。ケンタッキーもめっちゃ好き。ありがとうございます。はい、今ケンタッキー着きました。ありがとうございます。次はみんな大好きスタバです。こんばんは、スターバックスへようこそ。ご注文お決まりでしたらお願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、全部変えたので、お家に帰りたいと思います。ひなたチャンネル。はい、ということで全部買ってきました。買ったものを紹介したいと思います。こちらはモスですね。はい、何を買ったかと言いますと、ロースカツ買いました。こんな感じで分厚いですね。美味しそう、美味しそう。サイドはポテトとオニオンが入ったやつです。あともう一個、言葉で表せないくらい大好きなクラムチャウダーですね。これモスのクラムチャウダー、もううまい。すいません。で、モスバーガーで買ったものはこの辺ですね。いただきます。おいしいです。このロースカツにソースがめっちゃかかってるし、サクサクしてるからおいしいです。モスバーガーのポテトってこんな感じでめっちゃ分厚いんですよ。私ポテトの中だったらモスバーガーが一番好きかもしれない。クラムチャウダー、うまい。モスのクラムチャウダーはトロトロしてる、ね、濃厚だからすんごい美味しい。ちゃんとね、具もたくさん入ってるので、もう味は言うことなしですね。めっちゃ美味しいです。次、はい、次はこちらケンタッキーでございます。ケンタッキーなんか多いの量、これは多分オリジナルチキンか。チキン2ピースです。ポテトとこちらが見える、これエビなんですけど、中がすごい、エビすごい好きなので気になって買ってみました。ビスケット、これはいつも食べてますね。飲み物がウロン茶、これなんだっけな、サラダでーす。はい、いっぱいあるんですけど、一つずつ食べていきたいと思います。うん、おいしい。ケンタッキーも結構太めです。で、ケンタッキーは味がしっかりついてる。ポテトのチキン、これは分かりますよね、皆さん。持つやつ、今回はちょっと入ってなかったですね。なんて名前だっけ、コールドーだ、うん、サラダの中では一番あのケンタッキーのコールスローが一番好きです。うん、マジで美味しい。これは絶対美味しいと思う。いただきます。え、うまっ。あのね、マジで
美味しいので皆さんもエビ好きな人は絶対買ってみてください。最後ですね、ビスケット。チップフラペチーノです。ほんと美味しいよね。スタバのクリームはマジで美味しい。ではでは一食。結構あのでも濃厚ですね。味が、私は濃い味がすごく好きなのでめっちゃ好きです。フラペチーノ以外にもゆずシトラスティーもめっちゃ飲んでました。でも今日はこの気分だったので、はい、これを買いました。次、はい、ということで次はじゃじゃん、マックでございます。ハンバーガーは何でしょう。テリヤキチキンフィレオを買いました。マックも結構大きめですね。分厚めですね、お肉が。私はチキンが結構好きなのでいつもはこれを頼んでます。ではいただきます。おいしい。モスの時は中身がキャベツだったんですけど、マックはレタスなのでみずみずしいのですごくおいしいですね。タレがすっごいたくさん入ってる、はみ出るぐらいまで入ってるのですっごい味が濃くて美味しい。サイドメニューがポテト。マックのポテトは細めですよね。食べやすくてバクバク食べれちゃいます。なんですけどいつもはコーンと枝豆が入ったやつ食べてます。続いて2つともデザートなんですけど、定番のやつ、私がいつも頼んでるやつはこちら、黒こちらはマックフルーリーなんですけど、これ本当に大好きで、いつも超オレオを買ってます。ザクザクしてて美味しいし、アイスがすごい甘いのでめっちゃ美味しいです。はい、こちらもデザートでございます。ベルギーショコラパイ、三角チョコパイいつも頼んでるんですけど、三角チョコパイがなくてこのベルギーショコラパイを頼みました。めっちゃ美味しいです。はい、ですね、周りがねサクサクっていうかパリパリって感じですね。あと飲み物、コカ・コーラゼロです。はい、っていう感じでマックで頼んだやつが以上です。ということで今日買ったファストフードのドライブスルーは、マック、モスバーガー、スターバックス、ケンタッキーで、購入いたしました。本当にね全部おすすめなので、自分の定番のやつとかも紹介したんですけど、中には新しく買ったやつとかもあったんですけど、本当全部ね美味しいので、ぜひ皆さん気になった方は買ってみてください。ぜひコメント欄でみんなの定番のものとかあったら教えてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。